保険かけずれかけたくねー。ああ過ぎた。いやだから高額商品出たらまあ1個渡すわ先に。あらいいのかしら。ちなみに俺レドックス取っといてあるから。いや売れやそんだけ買いなら1回売っちゃえばいいじゃん。だったら売れるから安心して。いや ちなみにレドックスのも手数料かかるからな。あれ何 10% 大体 10% ぐらいかな。うん、だから要するに8万ないと売れないってことでしょ今ね。レドックスだいぶ下がってきてるよ値段。60万ぐらいになってると思う。 あ嘘。昨日ね、うん、スカブだけやろうと思って開けてちょっとやったんだけどノーリスクタルコフしたんだけど、うんうん、その時見たら80万だった。あ本当。あそうだ。いや売っときゃよかったな。いやわかんない俺今日見てないから。最新、まあ、最新は富士山だね確認してんのは。90超えたら売ろうかな。いやうこあの多分高くなんない。あ本当。うんそうなんだ。80万ぐらい来たらじゃ全然売れるな。グラボは高くなってってんだけどね。取った時が確か70万だったね。うんいろんなとこ回るよりはそのいいものあるとこパッと行って。いやもうあの上の電気屋さん。あまああそこね。うん王道、王道行く電気、あ、この最速、これ。いいじゃん。あ、これ最速なんだ。うん。王道行く電気屋と、はい、もう、レドックス部屋よ。坂道から行っちゃうね。影のこの肩がこう上がってるのがすごいです。あ、ほんとだ。首の高さ一切変わんないじゃん。そう。鶏と同じ。まっすぐ入るよ。大丈夫？ついてきてる？見えてる？俺のこと。今もうね、あれでしょ？なんだっけ？非常口みたいなところのドア入ったとこ。ああ、そう。もう、エスカレーターもうちょい下まで行くよ、俺。大丈夫？富士山。大丈夫。全然大丈夫なんだけど。ここ正面来るよ、はい、富士山。え、今レジ裏のとこでしょ？レジ裏っつうか、レジ裏歩いてって、どこだ？これ俺がボム投げてる。はーい。早くエスカレーター上がっちゃおう。ヒトヒトでーす。なるほどね。下エスカレーターに向かって投げたね。下エスカレーター。いるわ、電気屋。オッケー。マジ？もう。とりあえずエスカレーター下まで来ました。うん、後ろから来てるのでね。下の電気屋にいるからね。下の電気屋？うん。下の電気屋にいる。オッケー、じゃあ上上がるよ。いいよ。大丈夫？そこ撃たれるかもしれない。下の電気屋いる。ちょっとエスカレーター上がってくるかも、そいつ。了解。今走ってるのは？俺。走ってるところの真下にいる敵。了解。とりあえず、はい、電気屋さん漁ってもいいよ。はーい、電気屋入りまーす。うん。上がってくるやつだけ気をつけて、マジで。はーい。どうしよう。あれ、ピッコン言ってんのってこれなんか電源ついてるとかだっけ？ピーピーって言ってんのは。VP は、うん。OK、大丈夫そう、今のところは。今走ってんのは、俺、うん。オッケー。いまだにね、グラボにまだお目にかかってないからな。グラボねえなぁ。ハードディスクか、これは。ハードディスクは大したもんだよ。テトリスもあっちゃって。あったんかい。うん。テトリスは脇どころ決まってんの？いや、決まってない。電気屋どっか。へぇー。あ、ガサナ。ガサナ安いね。いや、俺あ、タスクがあんのか。うん。そう。アサリ残りがないか。オッケー、見とくよ、俺。あれ。階段、エスカレーター見といてほしい。ああ、見てる。まあ、多分大丈夫かな。はーい。オッケー、行こうか。はい。で、どこに？走ってる方に来てほしいかな。はーい。あ、正面いた！こっち？見えへん。このロングね、ロング。詰めてるよね。左側から詰める、うん、俺じゃん。うん、詰めるってか見ててほしいかな。ちょっと、okay、あれ入れる。プレイヤーだったね。了解、撃たれた？いや、撃った。
あ、撃っただけだね。びっくりした。うん。その左の建物にいると思う。パピロンってとこ。パピロンってとこ。うん。うん。多分その辺にいる。そこか、その後ろに下がった。了解。オッケー。俺も入るよ。いいよ。俺左のあれ見て。うん、そこのストレート見てほしい。いなそうだね。行くよ。うお、正面だー。くそやったやった。やられております。いるて。いや、わかってるわかってる。正面しょうがないじゃん。いないね、で前。これしょうがないじゃん。また藤井が死んだ。そうでしょう。あ、お金ねえから復活するね。やーべ。もう一人いるわ。おいおい。いるのよ。富士17、17だった富士。ADAR だから。ADAR でいらないよ。じゃあバックは、あれしたら保険入れてあるから。頭か。頭で一撃やったのか。頭でも俺あれ限ってる。いやー、10年わっぷねえバカ野郎。盛り上がってる。盛り上がってるねえ。ライトか。全部俺のだ。うわっと、さあ。わたさん、貴様らにはまだ生きてるってのか。またガス穴持ってかれなったよ。ガス穴いつまでやってんだよ、俺。なんか、MP5 みたいなさ。うん。MP5 ってなんかこう、あれで一個じゃん。なんか、一体型じゃん。銃、はいはいはい、銃として。うん。拡張性がないというかさ。まあ、そうね。俺、ああいう銃、かっこよく見えないんだけど、風さんはどう思う？ああ、でも MP5 は、ああ、まあそうか。いや、嫌いじゃないけど、でも AK とか完全にそうじゃない？拡張性、なしなし武器じゃない？ああ、まあ、変えようとしたらいろいろ変えれるけどね、MP5 もでも似たようなことできる、それ。あ、そうなんだ。うん、うち、俺が持ってるエアガンも、わざ、無理やりレールつけてそこに、コロ抜けたりしてる。なんかその、区切りもないじゃん、あれ、MP5 って。まあね、わかる。ここにつけれますよ、みたいな。そうそう、なんか、MP5 の型にプラスチック流し込んだみたいなさ。まあ、わかるよ。で、合成がしっかりしてると言えば、そうだけどうん、そう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 。あんまかっこよく見えないんだよな。MP5 はでも、人気銃の一つなんじゃない、かなり。よし、出た。ああ、ダラダラダラボン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 ダラダラダラ。ああ、いいもん持って帰るぞ。ちょっとあれは言わないわ。わがままじゃなくて、そのあれは言わない。言ってなかった。何贅沢は言わない。いや、贅沢は言わない。30万30万持って帰った。いやいや、もう、ああ、もうそういうやつは食い物にされてくわ、富士。え？そういうやつは世の中に。いや、とうとうの同じ。はい。いや、でも行くか。富士、同じなのよ、ずっと。思考が、富士は。なるほどね、その、そうやって、ローリターンと思ってると。そうそうそう、と思ってるじゃん。ローリスク、ローリターンだと思ってんじゃん、それ。うん。それ、ハイリスク、ローリターンだから。ハイなの？うん。もうそうやってずーっと食い物にされてる風実は気づいてないけど。いや、気づいてないな。なんか不幸だなぁと思ってるけど。人生。そうでしょ？そういうことだったのか。うん。俺が選んでたの、今まで。そう。食う側にならないと、やっぱり。食う側か。
そうなやついねえかな。送っていいや。ストックで殴るできればいいのに、ね、CG みたいに。ああね。ストックつけた時だけ。ここの体力の管理が大事。一旦歩いてここ。ここです。上いるかな、入れてんのかなこれ。ちょ、もう上がるわ。いる可能性ある。まあ、最速でもう突っ走ってりゃいる可能性はある。いねえか。オッケー、上がるよ、上がるよ。いいよ、ボム入れるわ。はい。ボム入れ終わったら。いいよ、焦ろ。オッケー。オッケー。奥側焦るね。うん。でか、でかプラグ。プープーはならないね。Tプラグ。プラグがいいね、プラグは。プラグはね、激安商品だから。うん、カメラレンズは？あ、入ったね。なるほど。あ、足落とした。ここに来て入るか？銃声だね。違うんかい。ちょっと一回俺が漁りますね。はい。レドックスあるわ。レドックス？うん。結構あるな、レドックス。さっきもあったでしょ。いや、ここやばい。ここがやばいね。なるほど。まだ俺は電気屋いるからね。はいはい。ずっと電気がいるから、戻ってるとき。オッケーだね。はーい。ワイヤース。ちょっと気になるアイテムゲットしたな。オッケー。とりあえず一旦出ますか。オッケー、IG フォンゴールドって高くない？高い？あ、割れ、普通。なんだ？ゴールド始める。オッケー、向かってるよ。悪くはないっすよ。なるほど。で、ふいさん、こっち。はい。渡すわ。これ、ポーチ絶対入れて。はい。はい。あった。レドックス。え、レドックスってポーチいいの？ポーチ、ポーチ。あとこれ、あげる。なんだ？ああ、ありがたい。うん。これ嬉しいわ。とりあえずこれで。はい。ポーチ入れた？ちゃんと。入れた。ポーチの方にレドックス入れた。うん。まあ、最悪取られない。オッケー。なるほどね。人を幸せにしない。で、まあ一応ハイドアウトで使える。ハイドアウトでも使えるし、店売りで20万ぐらいにはなるから。はい。ここあさっていい？うん。あ、店売りもそんなすんだ。高額商品は、もう人を幸せにしないための行動だから。まあね。ほんとに。スモーク。オッケー。影見えないね。階段の方向かっとくよ。いいよ。ナイスナイス。ありがたや。いただきます。いや、もうレドックス10個ぐらいあげてるのに、合計で全員に。後ろ銃声か、今。ちょっとなんか音途切れてたんだけど。閉めとくね。うん。後ろの人は、閉めてた方がいいよ、基本。はい。後ろ見ながら後ろ閉めていきます。後ろ、俺らに後ろを追いつくってことは走ってるから、まあそう、気づくから、うん、別に見なくていいよ。なるほど。カバーできる心意気ね、常に。うん。そこの階段下、あさっていいっすよ。オッケー。ランチボックスはいっぱい手に入った。あ、MPX ドラムマガジンだ。走ってるね。了解。ふざ、来るわ。オッケー。正面。うん、正面。正面のドアから出てくると思う。了解。入ってきたら撃つよ。了解。パーティーだね。はい。歩かない方がいいかも、歩かない方がいいかも、封鎖。了解。止まった、今。ちょっと歩いて。入ってそこの部屋の左に俺はいるから。了解。うん、ドアから見てこい、これ。うん。
パーティーだったね。了解。先の広場でやってるね。なるほど。来そう。こっち来るかな。あ、来る、来る、来る、これ来るわ。あ、来ねえか。走ってた？中央側行ったかも。なるほど。木場側行ったくせえな。了解。木場側、はいはいはい。ああ、木場側行ったな、これ。とりあえず、この事務所はしゃべりましょう。はーい。あいつらはもう全部持ち帰ろうとしてるな。ああ、根こそぎ？うん、根こそぎ行こうとしてる集団がいる。まずい。ああああ、え、落ちただけ。ああ痛いよ。ちょっと一応容体見ていい？俺の足の。うん。だよ、びっくりした、もう。俺のもびっくりしてるから。マジで。いや、だって。いつもそれなんだけどさ。ビビるじゃん。俺の方がびっくりするから。ふいさんびっくりしてるときって。めちゃくちゃビビるじゃん、だって。落ちたときって。それで起きるじゃん、夢だったら。ビグってなってね。って、そう。そうなのよ。実は、富士山より周りの方びっくりしてるから、それ、覚えておいた方がいいよ。びっくりさせてたんじゃ、俺が。うん。そう。びっくりする。富士山って雑魚感すごいよね。いや、そんなつもりないけどな。いや、でも、オーディションも受かったんでしょ？まあ、雑魚芸人オーディション受かってるけど。俺の中ではでも、俺は主人公なんだけどね。おかしい。いや、雑魚だよ。そうでしょ。おーってこと言わないでしょ主人公。たまにそういうフリーゲームないんだよ。こんなやつが主人公。出て左行ってる。出口は右だけど。了解。出口さっき向かった方と同じってことでしょ。うん、ちょっと発電所を見に行こうよ。はーい。キャプテンザコさんがオーディションしたんだよね。そう。キャベツ確認中のキャプテンザコさんっていう、うん、あの、モヒカン面かぶってて中がモヒカンになってる。あの、北斗の拳の、そう、雑魚、あの、雑魚キャラクター、そう、のモノマネとかしてる。その人が雑魚芸人、本当にもう、その、面白いやつだったりとかじゃなくて、もう雑魚な芸人を集めるつってやって、で、当時俺、あの、コンビ組んでて、その、もう一人が、頭、つるっぱげの坊主の、でかい男だったんだけど、吉木健平。うん。と一緒に俺、オーディション受けて、俺だけ受かった。そういう査定をする、あの、オーディションだったね。じゃあ逆言うと、ヨシケンさんは雑魚じゃないっていう判定だったってことですか？そう。なんかおめえはちゃんと考えてボケをしてるなって言われて。お前なんか頭おかしい系のキャラクターやってるけど、よく考えてるな、お前って言われて。そういうやつ、そういうやつじゃねえんだ。絆創膏貼ったんだけどさ。うん。剥がすとき毛すごい抜けたの。およスカブ、うおー、ひえー、怖かった。スカブこっちから顔出してきそうだな。あそこにもスカブいるね、坂んとこ。あ、了解。坂いる？あ、ほんとだ。あ、めっちゃいいじゃん、坂しかも。坂下もいるわ。うん。おお、坂下から撃ってきた。バカかやつ。あぶねえ、びっくりした。骨折直しまーす。骨折した？うん。骨を打ち抜かれた。あら。ねえ、危ねえ、危ねえ。出たからやなんだよ。この距離どんぐらい落ちてんだろう。キュッ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 。いや、結構弾速遅いだろうしな、これ難しいな。100、200m ぐらいでしょ、これ。あ、200m ぐらいの、あ、いや、でも結構落ちるんだな。もう一人もやった？手前の道路に行ったやつ。出前の道路はやってないね。了解。そいつは、あ、いいよ。 OK、 まだいるかも。うん、
気をつけてね。ちなみにしときたいな。リベンジしときたいな。リベンジしに行ってもいいけど。いや、行くのはやだ。見つけたら撃つ。遠くから。そう。なんかさ、結局近寄ったら負けんだよな。同じとこからね、顔出すとね、意外とスカブは弾当ててくるから。ね、だからスカブはそこロックするんでしょ、見つけたら。うん、ロックする。うん。やめてほしいんだよな。その AI。このテントには名前だっけ？うん。オッケー。誰売ってんの？俺がスカブ売ってる。あ、いる？そんな近く。当たってないんだよな、これ。どこに当たった？当たった。これ落ちない？これ。これ持ってる。ちょっとサイトずれてんのかな、これ。ちなみに俺 AK で撃ってるけど、うん、全くあの、こっからあの坂、うん、全然落ちてないよ。多分だけど。いや、一応ヘッドも狙っ、サイトのヘッドを狙ってんだけど、なんか抜けてんだよな、左に。左か右に。上に抜けてんのかな、これ。その辺の仕様がちょっとわかんない。出ましょうか。はーい。むずいな。この辺は多分、まっすぐ飛ぶだろうけど。くっしょ。ゼロインとかあるっしょ、多分これ、このゲーム。いや、ないんじゃない？あんの？いや、いじれなかったっけ？いや、わからん。それあったらもう、めんどくさいなぁ。いや、めんどくさいよ、これ。いや、あった気がするんだけど。嘘。で、逆に言うと、ずらすこともできるってことでしょ？その、遠距離用にちょっとずらすみたいな。多分、いけんじゃない？マジかよ、これ。ただいまでございます。これ、帰ってこれたらポーチに入れてても普通にミス、あれだよね、フリーマーケットはせんでね。うん。ああ、だ胸部だね。若干落ちてんだな。あれだって、ボタン、あの、キーのページアップダウンでゼロインっていうか、あれ変えれるって。うん。ページアップダウンでね。おあ今ので160メートルでヘッドになってないから。やっとお金にできたわ。早速売れてドドドドと。はい、140万。もういいじゃん。懐にはいいじゃない。ちょっと増えたね。だいぶ。なんなら俺この前のあの地獄のシワラインのあの前とほぼ同じ状態ですね。うん。でもまあ150万って実はやばい。え、そうなの？うん。俺もう俺150万になったら、ああ、もう終わったってなる。ええー、ホックホクなんだけど、俺。まあまあ、今のその、最初から比べたらね、まあ、ね、もちろんすごいホクホクにはなってるだろうけど。買えないものはあんまないし。最強なんだよ。なるほどね。やっぱ、なんだかんだ300万ぐらいは持っときたい。300万、だって一回ふざけてガチムチで行こうよって言ったら、もうなくなるぜ、そんな。一回ふざけてガチムチで行くからじゃないそれは。ふざけてガチムチで行くをやめればいいんじゃないの。チャンネル登録お願いします。